小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。最初は変化球できました。ボールになります。この球は外れています。ボール先行です。次が3球目、ストライクになります。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。バッターボックスには指名打者の江藤、宇都宮。まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは宇都宮、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。打席には3番バッター丸。ツーアウトランナーありません。引っ張った。ファーストが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてバッターは松原。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。この球は外れています。いいボールですね。ワンボールツーストライク。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はライトへ。ライトライナー掴んで、まずワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。シューメーカー、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。これが2球目。打ちました。取りました。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番阿部。ツーアウトランナーありません。初球ボール。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。引っ張った。セカンド飛びつく。取った。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。2回になります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスは4番王。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0です。初球打ち、坂本1塁へ。アウト、ワンアウトです。打席には5番バッター坂本。まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、初球は何か。初球ボール。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、アウトコース、変化球が決まってストライク。ここは落としてきました。引っ張った。取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。打順は6番岡本。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。阿部が抑えて3アウトチェンジです。2回の裏になります。さあ、ジャイアンツ、この回は4番から始まります。岡本が打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。初球は何で来るか。外は入っています。ノーボールツーストライク。打ちました。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。打順は5番中田。シューメーカー、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ショートが取る。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには6番高橋。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、4球で2アウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。初球ボール、今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。これゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。インコースボール。いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。3ボール2ストライクです。バッター、バウンド&ヒットになりました。ランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。バッターは DH 小笠原。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。吉川。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。3回の表、7番から始まるジャイアンツの攻撃。バッターは吉川。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。まず何を投げてくるか。いや、素晴らしい球ですよね。アウトローの変化球、キレがあります。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。
はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。アウトコース打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている小林。宇都宮、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。グラブ、バッターは9番に入っている亀井。ツーアウトランナーありません。初球打ち、これはファーストライナー。これから3回の裏、ジャイアンツの攻撃。バッターボックスは8番丸。ジャイアンツ得点に動く、いい当たり、ここは打ち上げています。抑えてワンアウト。バッターは9番に入っている吉川。シューメーカー、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打のウォーカー。シューメーカー、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。アウトコースへ決めました。あっという間に2ストライクです。